いらっしゃい。武器、仕上がっていますよ。ああ、ありがとう。その武器なら…なんだ？お二人に、お願いがあります。お願い？兄さんの仇を討ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら？そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと？魔物がいるのか？はい。心は決まったか？ああ、やってやる。いらっしゃい。今日はどんなご用ですか？ガマの油を一つ売ってくれないか？ガマの油から薬を作るんですか？徹夜仕事ですね。ご苦労様です。ん？徹夜仕事？魔物退治は大変ですもんね。このくらい日常茶飯事ですか？ん？とにかく依頼人に届けよう。お願いします。兄さんの仇を、あのロボットを殺してください。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとうございます。お願い、あのロボット。ところ本日はどんなご用で？ありがとう。
と一緒にいるだなんて、どういうことなんでしょう。理由が何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。下が例のロボットのいる部屋らしいな。よし、このまま降りるか。この穴からか。下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ。行くぞ。瓦礫が落ちてくれぞ。避けろ。脱出、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 脱出。外、世界、見る、守る、戦う。
私の所有。お前。こんな機会に、兄さんは、母さんは。その辺でもういいだろう。俺はやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。分かったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。ポポルさんが神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か。気がめいるな。
例の夢の村だな。そうだな。できればあの悪夢はもう見たくないものだが。ああ。森の呪い？そんなものあるわけないさ。ああ。でもあれは呪いと言えなくもないか。特にどこも変わった様子はないみたいだけど。どうやら手詰まりとなってしまったようだな。何か落ちているぞ。変わった模様の木なんだ。毒々しい文様だな。さすがに食欲は湧かないな。子供？ああ、そういえば見かけたね。確か主様のそばで遊んでいたようだったけど。あなた方ですか。え？最近変わったこと？神の木から変な気配がするんですよね。神の木？ええ。村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか？いいえ。なぜ調べぬ？近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ？さあ、なぜかはよくわからないです。とに妙な話だ。神の木から変な毛。ところで面白い話があるんですけど、聞いてみます？神の木から。ところで面白い。最近は。シロも言えた義理じゃないよ。我はこのような言葉でこけ脅しをするような。待て、続きがあるようだ。続きを見るか。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。
取り逃がしたようだ。またあの地だらけの世界に行くのか。骨が折れるな。またあの…これは…しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ、奴らが何を考えていようと。こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。魔王の城の鍵？知らないね。それはさておき、面白い話があるんだけど、聞いてみない？最近変わったこと？心当たりはないな。そんなことよりすごく面白い話があるんですけど、知りたくないですか？魔王の正体について
何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。わかった。最近神の木のというより、なんであんな木をありがたがっていたんでしょうね、私たちは。ところで面白い話がある。病気の原因は分かったのか。いや、さっぱりだ。そうか。なんだその実は。これ、さっきの巨木の下で拾ったんだけど。うまそうだな。ちょっと食わせろ。バカ者、そのような毒々しいものを食すなど。うん、うまいな。いらないのならもっとよこせ。本当に美味しいのか。ちょっと俺も試してみよう。なんだこれ、明らかにまずいし危険な味じゃないか。どうしたんですかって、その実食べたんですか。その実は毒の塊なんですよ。さあ、ハイフ、この解毒剤を。死ぬかと思った。あんな毒々しい模様をしてるんですから、食べるものじゃないとすぐに気づくと思うんですが。子供くらいですよ、食べるのは。助かった。子供だけ？まさかあの子もこの実を食べたんじゃ。考えられそうだな。大人でもここまで苦しむ毒だ。子供の身では辛かろう。ところでカイネ、解毒剤は飲んだのか。いらん。うまかったぞ、あの実。服装だけでなく胃袋まで異常であったか。死なすぞクソボン。にしても強烈な毒だな。手足がしびれる。私は何ともなかった。胃袋の出来が違うんだろう。普段から大食いだからな、カイネは。下着女は内臓まで下品にできておるのだな。ケージをぶちまけられたいのか、クソボン。
ポポルさん、魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか？そうそう、ちょうどそのことで話したいことがあったの。崖の村は分かるわよね。ああ、あの憂鬱な者どもの陰気な村か。それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。魔王の城の鍵の名前が。そうね、各村の村長に問い合わせてみたの。すごい、さすがポポロさん。しかしなんだか都合が良すぎはしないか。ええ。どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教えると。ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに危険でも構わない。待っているだけじゃヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら皆殺しにすればいいだけだ。そう、分かったわ。気をつけてね。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。まずは。崖の村か。まずは村長の家だな。気が滅入ることだな。原因が分かったよ。あんたの息子は毒の実を食べたみたいだ。解毒剤を飲ませれば良くなるはずさ。ありがとう。帰ったら早速飲ませてくるわ。これで一安心だ。元気になったら落ちているものをむやみに食すのではないと教育するのだぞ。あんた、また来ておくれよ。あんたたちには世話になったからね。ちょっと値引きしてあげるよ。またどの仕事を紹介しようか。
仮面の人からの依頼だ。盗賊退治の仕事らしい。珍しく男っぽい依頼だな。依頼人の場所は、どの仕事を紹介しようか。ちょっと変わった調理道具を探している男がいるらしい。報酬は弾むって書いてあるな。頑張ってみるか。依頼に、ねえあなた、私の彼氏がどこにいるか知らない？悪いけど知らないな。そりゃそうよね。はあ、5年以上も前に別れてから一度も会ってないのよ。どこで何してるのやら。ねえ、彼がどこにいるか探してきてくれないかしら。あなた何でも仕事引き受けてくれるんでしょ？まあ俺にできることなら何でもやるが、せめて何か手がかりとかはないのか？派手な黄金の首輪をつけているのよ。そんな人なかなかいないはずだから、よろしくね。闇雲に探しても仕方あるまい。この辺りで黄金の首輪をつけたやつを見なかったか、聞き込みをしてみるか。黄金の首輪をつけた青年ね。なんかあまりいい噂聞かないよ。ガマの油を買ってきたぞ。ありがとう。これ代金と報酬ね。よし、船酔いの薬を完成させるぞ。今度こそ船酔いの薬は完成したのか？いえ、またやっちゃいました。なぜか1週間寝なくても平気になる薬ができてしまって。そうか、なんか新しい薬の研究ができそうだな。薬の研究か、それもいいのかもしれないな。よし、決めた。貿易商は諦めて薬屋になる。そうか、頑張ってくれ。怪しげな薬ばかり作る男であったな。ああ、1週間寝なくても平気な薬。遠慮しておく。
ちょっとお使いを頼みたいんですが、いいかな？どうした？ロボット山の兄弟の店で包丁を買ってきてほしいんです。高値で買い取ります。包丁ならこの辺りでも売っているのではないか。わざわざ遠くで買わなくとも。ロボット山じゃないとダメなんです。高値で買い取るからお願いできませんか？どうしても必要なんだったら買ってくるよ。ありがとう。代金は引き換えでよろしく頼みます。あの壮絶な喧嘩が。好きなのか刃物が好きなのか分からんが、とにかく高値で買い取ってくれるそうだ。へえ、じゃあたくさん買っていけばお金持ちになれちゃいますね。ああ、あの男の手が20本あって同時に包丁を操れるなら大量の包丁も買ってくれるだろうよ。そうですね。そうじゃないだろ。どうするかな。やあ、いらっしゃい。やあ、ロボット山で何か変わったことはないか。ああ、ロボット山の地上2階が魔物たちに占拠されちゃっただけですよ。それがどうかしたんですか。さらっと言ってるけど、それは重大な問題じゃないのか。もともと2階に潜る人なんて稀だしね。新しい武器の素材が集めにくいのは少々面倒だけどね。武器の素材が調達しにくいのは俺も困るな。俺が退治しに行こう。ああ、今2階には行けないよ。え？なんで？魔物たちがエレベーターの設備を壊しちゃったみたいでさ。1階の施設のパーツを交換しないとね。そのパーツは作れるのか？壊れたバッテリーが5個と壊れたモーターが5個あれば作れるよ。分かった。素材を取ってくるから作ってくれ。素材を集めてきたよ。ロボットどもがまたたくさん壊れた。それでは早速作成しますね。
完成しましたよ。これを1階の最深部にあるエレベーターで使ってください。ついでにロボットどもをたくさん壊してきてくださいよ。あいつらを全部ぶっ壊すんだ。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとう。
Thank you.
このエレベーターのパーツと交換すればいいんだな。よし、これで地上2階に行けるな。機械どもの次は魔物か。この山は何か呪いでもかかっているのか。何でもいいさ、魔物を殺せるんだったら何でもいい。そんな、次が来るぞ。次から次へと飽きもせずに出てくることだ。して襲ってくるなんて。魔物も知恵をつけ進化しているのだ。甘く見ると痛い目に遭うということだな。2階の魔物を倒してきたよ。ありがとうございます。これでまたロボットどもを倒す武器が作れる。君は魔物が憎くないのか。お兄さんの仇なんじゃないのか。兄のか、仇はロボットですよ。魔物なんか興味ありませんね。そうさ、憎いのはロボットとどもさ。機械どもを全部ぶっ壊してやるんだ。そうだよね、そうだよね、兄さん。この者の意識は
ロボットだけに向けられているようだな。やあ、包丁はここに置いてるかい？包丁ですか？すみません、今在庫も材料もないようですね。そうなのか、困ったな。材料は俺でも取ってこれるのかい？ええ、いつものロボットたちから取れるチタン合金を10個で作れます。わかった、材料を取ってくるからそれで作ってくれ。包丁ならチタン合金10個で作りますよ。ところで本日はどんな。ありがとうございます。
チタン合金を持ってきたぞ。ああ、持ってきてくれたんですね。では早速作成に取り掛かります。完成しました。これがロボット山の名品の一つの特製包丁です。へえ、名品なんだ。はい、切れ味抜群で有名ですよ。父さんが昔自分用に作った包丁が元になってるんです。父親が料理を作ってたのか。ええ、母さんはパン以外の料理を作るのが苦手だったので。それに父さんは料理好きだし、とても美味しかったんですよ。いらっしゃいませ。本日はどんなご用ですか？ありがとう。本日はどんなご用で？ありがとう。そうらしいな。これを依頼してくれた人もそうですが、最近は男の人でも料理好きな人が多いんですね。そうだといいんだがな。行くぞ。あの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村はカイネ、心配するな。俺たちが守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。
あの黄金の首輪をつけていた青年、確か神話の森に向かうのを見かけた人がいたって聞いたよ。神話の森か、行ってみよう。黄金の首輪をつけた青年だと？何か心当たりがあるのか？大ありだとも！奴は俺の女房と駆け落ちしやがったのだぞ！その人にはすでに彼女がいるんだけど、どういうことだ？そんなことは知らん！あいつのせいで俺の人生は。それはお気の毒に。ところで、その人の行き先とかって知らないかい？誰かが海岸の町で見かけたとは言ってたけどよ、俺はもう女房と顔が合わせられねえよ。首輪の男は海岸の町に逃げたみたいだな。そこに行ってみよう。黄金の首輪をつけた青年？ああ、彼のことね。そうね、もう5年も会ってないわ。でも私は今も彼の帰りを待ってるわよ。そんなによく待てるな。彼は帰ってくるって約束してくれたからね。約束すらしてくれない前の夫より全然信じられるわ。みんなその青年に騙されているのではないのか。
ああ、俺もその青年の本性が見えてきた。彼がよく持ってくる商品、すごくいいものばかりなの。それを格安で譲ってくれるのよ。いい人じゃない。ああ、あのうさんくさい青年か。違法品を取引してるのが見つかって、北に逃げたとか聞いたよ。頼まれていた包丁だ。助かります。ところで様子はどうでしたか。様子って？いや、ほら、父親がいないという話じゃないですか。元気に暮らせてるか心配でね。苦労はしているようだが、生活の方は問題ないように思えたぞ。そうか、よかった。どうしたんだ？いや、なんでもないです。そうだ、報酬を忘れていた。受け取ってください。そうか、元気でいるか。魚が取れなくても。黄金の首輪をつけた青年、ロボット山に向かったという話を聞いたことがあるな。やれやれ、次はロボット山か。兄弟の家で話を聞いてみるか。外国製の。ワイドアリーフ。次へと飽きもせず女を変える男だ。まったくです。浮気なんてありえないですよね。いつか奴も女の恨みを買って痛い目に遭うぞ。本人に悪気はないんだろう。浮気も解消って言うし。ひどい、そんなの勝手すぎますよね、カイネさん。まずを切り落とす。やっぱり浮気は良くないな。いらっしゃい。今日は何のご用ですか？今日はちょっと聞きたいことがあって。5年くらい前に
黄金の首輪をつけた男がこの辺にいなかったか。ええ、よく見かけましたよ。母さんとよく話してましたから。まさかあの時母親と一緒にいた。どうかしましたか。いや、何でもない。仕事中にすまない。放っておくわけにもいくまい。依頼人と弟にはどう伝えるんだ。弟には伝えない方がいいな。依頼人にだけ伝えよう。確かにその方が得策であろう。最後まで好きな女と共にいられたのが幸せであったことだろう。死ぬことは幸せとは言わない。本当のことは我々には分からぬよ。魔物の気配がする。
魔物をあらかた片付けたかな。さて、木の根を採取するか。根の皮をこれくらい取れば十分だろう。依頼人に届けよう。私はここまで強い魔物はいませんでした。魔物の勢力は拡大する一方だな。このまま人間の居場所がどんどん奪われていくんでしょうか。そんなことはさせないさ、絶対に。頼まれていた品、届けに来たぞ。おお、ありがたい。これで研究が進められそうだ。ところで、何の研究をしてるんだ？大昔、植物がこの地上からなくなったことがあるらしい。ある時期に復活したんだが、その理由を解明できないかと思っていてね。へえ、そんな技術があれば食料になる野菜を簡単に作れそうだな。そのためにも研究を進めなくてはならない。おっと、報酬を渡すのを忘れていたよ。それでは私は研究に没頭させてもらうとしよう。Yeah. Ah, 疲れた。彼氏の消息が分かったよ。本当？どこにいるの？残念ながら5年前に亡くなっていたみたいだ。ロボット山で。そんな気はしてたのよね。5年も音沙汰がないなんて、それしかないもの。ありがとう。これで気持ちの整理ができたわ。遠くまで調べてくれてありがとう。これお礼ね。いつまでも彼に依存してちゃダメよね。どの仕事を紹介しようか。仮面の人からの依頼だ。
Thank you.